お、ビンさんとおかえり。ねえねえ、何か収穫あった？ああ、ビネガーパレスへの潜入方法だが、ようやくわかったのかな。何？わかったのか。そうだな、ビネガーパレス内部に潜入する方法、それはでごわす。それはなんでごわす？ああ、ない。現時点では私たちは絶対に入れない。散々貯めといて何それ。ていうか、このなんだろう、この場所に来て全然潜入方法わかんないな。このままでは魔王竜スカードンを復活させられてしまう。そうなったら世界は終わりだ。それだけは絶対に阻止しなきゃ。くそ、どうしたら。まあ、ついに第8章まで来ちゃったね。修行開始、ドラゴン少林寺。おーい、ブタコが、ブタコが帰ってこないんだ。え？おい、まずは落ち着け。あ、深呼吸、スーハースーハー、落ち着いたかな。よし、落ち着いた。ブタコが変態なんだ。落ち着いてないじゃないか。そんなわけあるかい。大変でしょ、全然落ち着いてないじゃない。そう、ブタコが大変なんだ。ドラゴンハートを取り返すために体の小さいブタコにお願いして。あ、そういえばドラゴンハートって奪い返してなかったのか。ビネガーパレスに潜入してもらったんだ。でもそれっきりずっと帰ってこなくて。一緒にブタコを探してくれない？あー、これはもう行くしかないんだね。探しに行こう。でもビネガーパレスに入れないんでしょ？そうだな。でも一体どうするつもりだ？私たちではすぐに見つかって終わりだぞ。そうだな。じゃあ体がちっちゃくなったら見つからない？って、できないこと言わないの。やっぱ潜入なんて無理よ。ああ、わ、完全に忘れてた。ジニーズ。っていうか、ジニーズがいればもう、完璧なんじゃないかな。アラチャップ、困ってるみたいじゃない。お願い事聞いてくれんだもんね、だって。チャップがデートしてくれたら、叶えてあげるわよ。あ、そんなんでいいんだ。あの建物に潜入したいのかしら。本当？叶えてくれたらデートするよ。いらっしゃい。もう、クエストを出発するときに駆けつけてあげる。やった、ありがとうジニーズ。セクシー。そう、結構簡単だったな。よし、じゃあクエストやっていきますか。ストーリー、今回の目玉報酬やばいな。デトニックソード、なんか結構レアっぽい。うん、なんかアイスにも見えてくるけどね。準備はいい？準備することあるかな？うん。でもどうやって行くの？行くわよ。大丈夫よ、私たちに任せて。もう、こうするのよ。え、どうすんのこれ、もしかしてぶん投げていくの？強引すぎ。なんか方法なかったのかな、他に。もしかしてこれビネガーパレス？もう最初からジニーズにね、お願いすればよかったじゃんか。ビネガーパレスの中は私が把握して。そうか、もともとはビネガーのなんか手下のふりしてたからね。お、ブタコがいる。捕まってんのかな。おーい、ブヒ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 言ってる。ちょっと待って、あれ、ブヒヒ、まだ先があんのか。よし、はい、くそ、ダークドラゴン、え、かったぞ、出てきた。ああ、いるいるいる。ちょっと武器変えて。わあ、結構強い。いやー、ちょっと
やられたな、シルフィーやられて、あーちょっと一番やられてほしくない人、ブダコも戦ってるよ、うわ男、男ちょっと弱いな、よっしゃ武器変えてこれでいこう、やっぱほらよっしゃー脱出成功、ブタコも無事でよかった、すげえ泣いてる、今まで何やってたんだよ、おいブタコが何か持ってないか、あ、すげえ、でかした。ブタコが見覚えのある何かを隠し持っていた。それはもしかして、ドラゴンハートだね。ブタコすごい、よくやった、ブタコ。すごい、なんかもう見た目はね、豚の貯金箱みたいなやつなのに、これがあれば、魔人、デワ・ファルコンの力を得られるかもしれない。何その、デア・ファルコン、そうそう、引っこ抜いてみたら二股に分かれてる大根で、あ、ボケてきてる、珍しい形だから見つかると妙に嬉しくなるって、違う、一応乗りツッコミするのね、マジデア・ファルコンだ、デア・ファルコンから力を授かればビネガーを圧倒できるはずだ、でも魔人なんでしょ、ビネガーを倒せる？よし、今すぐ会いに行こう。おい、謝るな。デア・ファルコンに会うには、まず、ドラゴン少林寺での修行で、己を極めなければならない。これから、チンジャオ参道を通って、ドラゴン少林寺に向かう。ドラゴン少林寺、なんかかっこよさそう。俺、潜入で腹ペコ。おいどんも、お腹と背中がぴったんこでごわす。ねえねえ、それじゃあ私たちは少し街で休んでから向かいましょう。もうチンジャオサンドとか聞いたからもうお腹も、お腹空いてきたな。何も食べてないんだよね。私たちは先にドラゴン少林寺に向かうぞ。